シャバンダバ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 。さあ、ミライナチャンネルご視聴ありがとうございます。ミライナです。そしてミライナのダリです。さあ、いや、今日は何する気かわかる？さあ、今日はですね、ミライナのために手作りビジーボードを作りたいと思います。さあ、ビジーボードっていうのは、まあね、あの YouTube とかにもね、あのインスタグラムとかにも結構出てる赤ちゃんが遊ぶための、まあね、板にこの板にね、いろいろおもちゃをつけて未来の遊ぶおもちゃを作ろうっていうのがビジーボード。なんでビジーボードかっていうと、まあね、これが楽しすぎて赤ちゃんが忙しくなるっていうことでビジーボードになってるらしいですね。さあ、というわけでね、早速作っていきましょう。今回はね、全部ね、あの100均のダイソーとセリアで道具を揃えました。クマさんメジャーからいくか。クマさんメジャー、ほら、引っ張ってみるか。ここにつける、ここにつける、ここにつける。これダイソーで買ったリモコンライト、ライトもつけていきます。押してみ、これピッて、ちょっとまた難しい。これここに貼るな。これがリモコンと。これでもつくはず。お、ついた、ほら、ついた。あれ、押してみ、これ、じゃ、これ押してみ、これ、ほら、ピッて、ほらほら、これ押してみ、これ、ほら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 。この両面テープめちゃめちゃ強力スポンジ両面テープ。はい、イエーイイエーイ。これどうやってつけるよ、これ。これも、あ、これもいけるか。こういうことや、ね、これちょっと開くから。これだから一旦ここを、はい、できました。これでこういうことや。で、こういうことでございますね。はいはいはい、いいね。はい、おい、ついた。おい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 。こっからこう通して、で、取りました。これで、これで、これ後ろのここを普通に縛った。もう一個も同じようにこうね。これね、なんか歯車みたいになってんじゃん、こうやって。ほら、見て、ほら、これほら、これ取れるよな。これね、歯車後ろがちょっとね、ボコってなってるんですね、このこう。じゃあね、これ爪切りいけんじゃん、これ。ちょっと待って、天才、ちょっと待って。皆さん、これね、爪切りでいけるわ。これ爪切りでね、この突起みたいなのね、いけるわ。すげえわ、爪切りやわ、これ。完璧。ハサミやとちょっと分厚すぎるし、これ。いくよ、いくよ。両面テープ万能すぎて怖いんやけど。ペッ、あー、これあかんわ。これどうしたらいい。これ結束バンドでいく。あー、失敗した。ここで初めて登場します、こちら結束バンド。
こうか。はい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 。これね。これね。はい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 。これな、こう。ウィンウィン。これカーテンの、カーテン止めるやつなんですけど、マグネットになってるんで、なんか遊びようかな。これね、さっきのね、この靴についてたキーホルダーを、ここの輪っかのここにね、くっつけましょう。これを、同じようにここに、これを通すね、これをね。こういうことね。これでこう遊べるし、こういうこともできるし。完成で。ちょっとできた。皆さんできました。完成。完成。完成。ついにじゃあ、さあ未来。未来専用ビジーボード。やば、未来すげえ未来うわすげえあはい、というわけで無事ビジーボード完成しました。イエーイ。ギン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 。このね、未来はね、結構難しい遊びとかもいっぱいあるんですけど、だんだんね、未来が成長するにつれて、いろいろね、このどうやって遊べばいいのかとかね、見つけていってくれるんじゃないかと思います。嬉しい。この動画がね、少しでもためになった、もしくは面白かったという方は、ぜひチャンネル登録、そして高評価の方もよろしくお願いします。のまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。撮った、コーチだ。未来、コーチだ。あれあれ、これ、あれ、撮れた。あれ、シャバダバ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 。